中とか着いたら大体特定ロックなんじゃ、うん、着いたらってなる黄色いのが、うん、見えたかなということを今やってみたら明るくなると思うんですよ。あ、そうですか。あとは適当にこれで追ってってもらえばいいと思ってる。ね、はい、あとこうやって、まあ、あと少し映ってねとかあるから、あれ、これどこ？これこっちです。ここ。これはズームアップ。ないんですね。うん、そうでいくわけじゃないね。いや、手で手動。したらずっとそのままでつけるの。あとは大体これでいいと思うんですよね。そのままでね。あとは適当にズームやったりとか。
せがれがやって今日は、まあ、孫も後で手伝ってもらうようにと思ってうちの中に乗せてあるわけだ。まあそういうわけで、まあ、いつもありがたいわけだ。はい、この答えはなんで、引いて、はい、動力の位置を用いてやるんですけども、この内日の場合には動力ウィンチだと現場によって電気が入ってないことがですね、エンジンをかけてやりますとちょっと待ったという時に声が聞こえなくて内を落として壊してしまうというようなわけで、誠に原始的な引き方をしているわけですね。そういうわけでございました。見ると何だんだん古いのなんと言いますけど、これはもうこれから何十年経っても大体こういう状態だと思うんです。あれ、はい、何でしたこっちゃの結構にあるはい、ストップ、はい、ストップ、はい、これで今度新しくできた基礎のところに来たわけです。これからは機械をかけて落とすまでやるんですけど、今は区画整理なんかですね、道路脇にあるブロックの塀だとか鳥居だとか煙突なんでも私はもう引かせていただいてもらって、この辺にあるもんじゃ動かないものがないというような状態で仕事やってるわけでございます。市の委員会の方から私が家を上げているところを通りかかりまして、なんだ変な歌だけども、まあ、仕事がやりながら歌うんだというようなことで、この民族芸能の方に、まあ、取り入れていただきまして、ご指導せになっているわけでございます。大変ありがたいわけでございます。だから堺とどこにするのは6、7メートルだから多分6個で抜かれたんだよ。今カチカチやってるのはね、これ木材の切りって言いまして、昔鉄砲切りって言いまして穴の開いてる機械でね棒入れてこう回したものですね。今はこう入れるだけ進歩した機械を使ってるわけです。はい、それでは心が外れまして、間もなくまた下げるわけでございます。ちょっと大きいだろ、下がるよ。